中国が開発した世界で3番目のいわゆる第5世代機の J20 戦闘機、ついに国産の量産型エンジン WS15 を搭載した B 型のテスト飛行が確認。今回は量産型 WS15 について詳しく見ていきます。中国の量産体制を甘く見たらダメですよね。しかし経済が急降下するけどね。2023年6月末、中国国内の SMS 上でもかねてより指摘されてきた新型の機関部を搭載した J20 戦闘機の画像がアップされ、試験機のため目立つ黄色の塗装の J20 戦闘機の B 型とされる機体が飛行を行う様子が確認された。この J20 戦闘機の B 型と、おぼしき機体の飛行状況を収めた画像は、ツイッター上で、日本でも視聴することが可能となっているが、素人目には、実際に、新型の機関部を搭載しての飛行なのか否かは、判別することは困難だろう。今回のこの飛行は、成都飛機工業講師の試験飛行場で行われたものとされているが、その様子を直接目撃した中国の一般人からは、従来型とエンジン音が全く異なっているとの指摘の声もあるようで、関心も高いことが伺える。J20 戦闘機の B 型とおぼしき機体に今回搭載されていたのではないかと考えられているのは、中国の国産の WS15 エンジンであり、すでにこれを量産化する体制に、同国は近づいていると喧伝されてきた状態にあった。中国側では、この国産の WS15 エンジンを搭載することで、J20 戦闘機の B 型は、アフターバーナーを使用しない超音速巡航飛行が可能となり、作戦行動範囲も大幅に向上することになると、国内外に向けて主張を行ってきた。そして WS15 エンジンを搭載する J20 戦闘機の B 型はついに水力変更ノズルを装備することになるとめされていたが、今回の画像を見る限りではそれは実現されていないようで、本当に量産化が近いのかには疑問も禁じ得ない。 J20 戦闘機は中国が1990年代から独自に開発を開始した機体であり、いわゆる第5世代戦闘機という括りに当てはまる。アメリカはロッキード・マーチン社の F-2 ニラプターや F-3 ゴライトニング2に続く世界で3番目の量産機だと認識されている。その後、ロシアのスホイ57も登場したとはいえ、2023年時点でも世界で量産化されている。いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれるものは、この3国の4機種しか未だ存在しておらず、中国が国家としての威信をかけていることは間違いない。J20 戦闘機の開発を行ったのは、北京に本社を構える中国航空工業集団講師であり、2011年の年頭に公式に初飛行したとの情報が中国当局からアナウンスされ、それまでも2009年以降に試験飛行に移ると喧伝されていた。J20 戦闘機の仕様は推定値で全長が 21.2 メートル、全幅が 13.01 メートル、全高が 4.69 メートル、空居重量が 17,000kg、最大離陸重量が 36,300kg で、最高速度はおよそマッハ 2.0、最大航続距離はおよそ 5500km とめされている。機関部について、J20 戦闘機は双発型であり、当初は、ロシア製の AL-31 F2 ウボファンエンジンを搭載しており、これは、ロシアが、自国のスホイスホイ27フランカー搭載用に、開発を行ったものとして知られる。ついで、J20 戦闘機に搭載された機関部は、中国国産の WS10C ターボファンエンジンだが、
この開発は、中国航空工業集団公司と信用航空エンジン研究所によって、1985年以降に開始されたと考えられている。ここで興味深いのは、WS-10C ターボファンエンジンは、当初は、1982年に、アメリカの CFM インターナショナル社製の CFM563 を元にして開発されたが、戦闘機用としては能力不足が否めず、以後はロシア製への回帰が行われた。今では少し考えにくい状況かもしれないが、1980年代の中国とアメリカとは政治的な関係も良好で、軍事技術の供与等も行われおり、またフランスなどの西側諸国も中国を新たな武器輸出の市場と見さして取引を行っていた。こうした政治的、軍事的な融和的な政策をアメリカをはじめとする西側諸国が当時の中国に対して行った背景には、そのまま中国が経済発展を続けていけばいずれ民主化し、自分たちの側になびく存在となるとの思惑があった。しかし、今にして思えば、当時は旧ソ連を最大の仮想敵国として東西冷戦が継続されていた時代であり、旧ソ連と反目した中国を西側陣営に引き入れようとする打算があったとはいえ、全く無駄な行いだったと断言せざるを得ない。そこから、経済的には西側諸国との関係を深め、国家が統制する市場経済によって国力を高めた中国は、アメリカの予想のはるかに上を行く強権国家として増長を続け、歴史的に融和政策が功を奏したことはほとんどないことを再認識させている。さて、 J20 戦闘機機関部に話を戻せば、 WS-10C ターボファンエンジンは1990年代に入り、結局はロシア製の AL-31 ターボファンエンジンを土台としての開発に回帰し、2003年末には J-11 戦闘に WS-10A となって搭載されて初飛行を果たした。以後2008年にはこの WS-10A エンジンが量産化されて、 J-11 戦闘機用のエンジンとして少なくとも2019年までに1000機以上が生産されたが、1990年代初め頃から J20 戦闘機用に開発が開始された WS-15 エンジンは順調には進まなかった。そのため、J20 戦闘機には暫定的に WS-10A エンジンを進化させた WS-10C ターボファンエンジンが用いられることとなり、このベースであるロシア製の AL-31F2 ボファンエンジンと同様に、第5世代機に第4世代機の機関部を搭載した形だった。前述したように、今回の画像でも、国産の WS-15 エンジンを搭載したとされる J20 戦闘機の B 型は、水力変更ノズルを装備してはいない状態のようだが、いずれ中国は面子にかけて、その実現を行ってくるであろうことは、想像に難くない。中国空軍の J20 戦闘機は、このように搭載する機関部を、ロシア製の AL-31F2 ボファンエンジン、以後は、国産の WS-10C ターボファンエンジン、そして WS-15 エンジンへと進化させており、2022年時点で、同機を200機以上配備するに至っている。今後、この数は、WS-15 エンジンの量産化が、この2023年3月に宣言されたことによって、さらに飛躍的に増加していくことが予想され、アジア地域における中国の、いわゆる第5世代戦闘機の配備数は、アメリカ陣営を、数では大きく凌駕すると思われる。中国は、J20 戦闘機について、その投入時より、アメリカ空軍の F2 にラプターと互いする性能であると、豪語してきたが、アメリカのロッキード・マーチン社の関係者は、その大きさも含めて、その指摘が、
誇張であるとの認識を示していた。 F2 にラプターは全長が 18.92 メートル、全幅が 13.56 メートル、全高が 5.08 メートル、空居重量が 19,700 キログラム、最大離陸重量が 38,000 キログラムであり、最高速度はおよそマッハ 2.0、最大航続距離はおよそ 5,500 キロメートルと公表されている。中国の J20 戦闘機とアメリカの F22 ラプターは、共に双発の機関部を持つ戦闘機として、最高速度や航続距離は似た数値ではあるが、全長は前者が 2.0 メートル以上も長ゆえ、機動性を優先したゆえか、前方に大きなカナード翼を備えている。このことは、単純なステルス性能を比較する上では、明らかに J20 戦闘機が劣ることを否定はできず、さらに言えば、今やアメリカ軍の戦闘機は、もっと小型で強力なレーダーを搭載した F-35 ライトニング2が主力を占めつつある。それでも、中国軍は、今のペースでいけば、J20 戦闘機を2030年までに、少なくとも700機以上を配備する可能性があり、日本の航空自衛隊が F-35 ライトニング2を A 型と B 型の合計で147機調達しようとしていることとは大きな差が生じるだろう。J20 戦闘機に関しては、かつてチベット方面での訓練飛行が行われた際に、インド側がその飛行をレーダーで探知した上、スクランブル発進させたロシア製のスホイ30で、その動きを捉えることに成功したとも伝えられてはいる。